やばいやばい、ほら、この辺じゃない？ラックスに変えます？いいか。はいよ。お、ヒット。全部落ちるのか。温水クロリじゃない。でで ん, で ん, でん。おわ。感動感。おいでませ、黄金の国、岩手、はい、というわけで今日は岩洞湖に来ています。本日の企画は第2回釣り大会 in 岩洞湖。言っときますけど、収録ってこういうもんすからね。こんなもんすからね、収録って。に触れてマイナス 4.4 度。あとこれ釣らないと面白みがないんだよ。釣ってきないと。釣らせてあげるよ先に。今います？いるよ。餌震えて。震えて。餌がつけれん。あ、わかっちゃん。若さま、若ちゃん、ちょっと、あ、いた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 、起きた。やったー。やったー、来たよー。俺今さ、致命的なこと一個気づいた。何ですか？トイレ行けねえじゃん。当たりはあるが腕はない。恋愛と一緒ですわ。知らない。お前当たりもねえだろ。うん。あ、今いる。チャンスタイム。チャンスタイム突入。いや、おりますなぁ。寒い？寒いですよね。でも口が言ってんだって。おばちゃん多分思ってるよ。寒いですよね。来た！うん、来たぁ。俺、ここしか見てないからね。うちもそこしか見てない。ありがとうございます。はい、くじける。何が出るかな、何が出るかな。はい、童貞を殺していた。セクシー。やばくない？ただの金太郎だ。一個言っていい？はい。もっと寒い。布面積的にもっと寒い。ちょっとそろそろ上着着たい。臭い。臭いかもしれない。でもみんな脱いでるから誰が臭いのか分かんないから。みんな脱いでんの？ダッセ令和の金太郎。日本酒飲もうかな。やべえやつ。女の子に見えてきた。こんなゴリゴリな女の子いない。吉田沙保里ぐらいしかいない。やばい、来た。違うの着れる。いや違うの着たい。イエーイ。若さま、何が出るかな、何が出るかな。デンデン。はい。パン。よかったじゃないですか。行けそう。来た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 。よいしょ。何が出るかな。こいつだ。よかった。ついちゃっす。最終的になった格好のまま帰るんじゃん。あ、超あったけ。超あったけ、これ。人生でこんなに T シャツの恩恵を感じたの初めてかもしれない。布があるだけで違う。
オッケー。お、でかっ。大きくなった。でかっ。やったー。でかさぎ。ウィーン。く切れる。何が出るかな。何が出るかな。パンツ。ダン。パンツ。パンツオンパンツオンパンツ。いや、三枚のパンツ履いたらもう防寒だから。うん。何匹釣ったの？2、3、4、5、6。1日釣りをしてましたが、1匹も釣れず、今日は坊主という結果でしたね。でもなんかこのちっちゃい当たり見つけたの超嬉しいな。だんだんね、ちっちゃい当たりを取るのが楽しくなってくるから、うん、超楽しい。どんどん服着ちゃった。何が出るかな、何が出るかな。でん、子供取る。お、来た。月に、やった。何、密着してる。行くっていう。キンキンに冷えてやがんせ。キンキンに冷えてやがんせ。おっとけぇ。よし、エンジンかかってきたぞ。出て。出っ張っていこうぜ。寒い。閉める？はい。かわいい。さっぷぅ。日本酒飲もう。わしの。キンキン冷えてやがるぜ。お酒入ると一回取るとすげえ近いですよ。あ、寒。やっぱりね、半袖はバカだと思うんですよ。よし、釣るぞ。外出たらすっげー寒い。うん、俺の靴下、事故起こってんの。うわぁ、履けない。そうだよ、パンツ3枚も履いてる。嘘でしょ。よし、よし、来たー。マジ。